江戸時代の浮世絵画家葛飾北斎の作品をデジタル化した展覧会が東京都内で開かれています。小布施町にある作品も忠実に再現され細部まで鑑賞できます。まるで本物のような晩年の北斎が手掛けた祭り屋台の天井絵。小布施町の北斎館などにある作品がデジタル技術を用いて忠実に再現され東京新宿区で展示されています。空中に投影された画面を操作し、立体的に映し出された作品を拡大して鑑賞することもできます。最終的には、その小布施に行ってですね、本物を見ていただくということにつながればというふうに願っています。展覧会では来月中旬、祭り屋台をテーマにした新しい作品も公開される予定です。